い、聞いたか。ああ、あいつも妖精だったなんて。早速のようだな。ほら、顔を出さない。むぎゅう。待ってくれ、俺は妖精なんかじゃない。それは審判にて明らかになりましょう。お待ちください、ヘリオ様。その方は大聖堂に多くの寄付をくださりました。妖精であるはずはありません。あなたは審問官であるこの私を疑うというのですか、マルグリット。あなたは以前から私の審問に異議を唱えていたと聞きます。そこの方、聞いたことはありませんか。え、それは真実を話さずかばい立てするなら、あなたも同罪ですよ。言っていました、審判は間違っている、ヘリオ様はおかしいと。彼女が夜出歩いていたのを見た者は、月明かりに羽を晒していたのを見た者は、恐れずに声を上げてください。沈黙こそ妖精の思う壺なのです。そういえば見たような気がする。私も見たわ。そんなさあ、あなたも正直に話すのです。そうすればあなたへの疑いも晴れる。勇気を出し真実を告げるのです。俺は見たぞ、見たんだ、マルグリットが羽を広げているところを。そんな嘘です、どうして私が。どうやら話を聞く必要がありそうですね。グラディス、彼女を捕らえなさい。逃がすかよ、その正体を暴いてやる。待て、いくらなんでもこんなの無茶苦茶だろ。これはこの国の問題だ、部外者が口出しするな。町の人たちの証言を聞いていなかったのか。では町の皆さんに伺いましょう。異議あらば堂々と申し立ててください。ご覧の通り異議なしです。マルグリットを連行しなさい。こんなの絶対に間違っている。なんとか助けられないか。無茶を言うな、若いの。気持ちはわからんでもないが。何か気になることがあるの？ヘリオは最初に糾弾していた男性は無視。マルグリットという方だけを連行しました。おかしいとは思いませんか？ヘリオの目的は、最初からマルグリットだった。町の人なら何か知っているかもしれんな。聞いてみるか。マルグリットさんに妖精の嫌疑がかけられるとは。あなた、マルグリットさんを知っているのね。彼女のこと教えてもらえない？ランドルフ司祭の娘さんだ。多分勢力争いに巻き込まれたんだろうな。ランドルフ司祭、ライムダール聖教の偉い司祭様で、次期最高司祭と目されていたお方だよ。ライムダール聖教の司祭か。審判について何か知っているかもしれんな。娘が捕らえられたばかりで気が引けるが、話を聞きに行ってみよう。ランドルフ司祭はいらっしゃいますか？
私がランドルフだが、どなたかな。いきなりこんなことを言って信じてくれるとは思えないが、俺たちは審判を止めてくれと神竜から頼まれたんだ。神竜様から？何をバカなことを。神竜様のお言葉を信徒に届けられるのはドモモイ最高司祭様だけだ。信じろというのが無理な話だ。だが私とて娘を助け出したい。話だけは聞こう。やはりにわかには信じられん。少し時間をくれないか。私の方でも審判の資料を当たってみる。ありがとう。しばらく宿屋で待っていてくれ。おいお前ら、まだうろついていたのか。グラディス、さっさと町を出て行きやがれ。それとも妖精に加担したってことでぶった切ってやろうか。あんたはマルグリットさんが妖精だと本気で思っているのか。当たり前だろ。疑わしい証言は山ほどあったからな。俺の両親は妖精に殺された。妖精は俺の仇だ。あいつらがこの町に隠れているというなら、見つけ次第捕らえてやる。お前らもだ。もし妖精だったらぶっ殺してやる。グラディス、そこまでになさいな。マルファの姉貴。まだ姉と呼んでくれるのね。嬉しいわグラディス。マルファ、どうしてここへ。急に大聖堂から召喚を受けたの。用事が終わったらすぐに戻るから大丈夫。この人たちは私の友人なの。乱暴なことはしないでくださいね。わかったよマルファの姉貴。姉貴の顔に免じて今日は見逃してやる。だが少しでもおかしなことをしたらすぐに捕らえてやるからな。昔はあんな目をするような子ではなかったのに。あの子の両親と先代の守護者だった私の父は友人だったの。それで家族ぐるみの付き合いをしていたんだけど。マルファさん、このタイミングでの召喚大丈夫なのか。ちょっと気にはなりますけど、無視するわけにもいきませんから。それに長い間守護者を流動から離すような真似はいくらなんでもしないと思います。だから別に心配はいりませんよ。それではまた後でね。まずいまずい、審判が始まっちまう。審判？ちょっと待ってくれ、誰の審判だ。マルグリットだよ。さっき鐘が鳴っただろ。あれが審判の合図さ。なんだって。おっと、話し込んでいる場合じゃなかった。審問所へ急ぐわよ。We'll be right back.
何度でも言います、審判なんて間違っています。他人を貶めるために告発をしている人がいるとも聞きます。本当にそれが神竜様の望むことなのですか？妖精は人の心の隙を狙い邪悪へと導きます。その妖精を見つけ出すことを否定するとは、妖精を救おうとしているとしか思えない。マルグリット、あなたの見分を行います。やめてください。どうやら羽はないようですね。ヘリオ審問官、これ以上娘を恥ずかしめることはやめてくれ。ランドルフ司祭、審判に異議を挟むおつもりですか？しかし娘には羽はなかった。これで潔白のはずだ。それはまだ分かりません。我々の目を欺いているのかもしれませんから。妖精は猫やネズミといった小動物を使い魔にするとも言われています。どなたかマルグリットが使い魔を手なずけていたのを見た方はいますか？そういえば時々小鳥に微笑みかけていたな。マルグリットの家の裏に猫がよくいた気がするぞ。餌をあげているから私に懐いているだけです。ではそれを証明するためには審判に身を委ねることです。妖精でないというのであれば、審問所の下に口を広げる真理のアギトへ飛び降りることができるはず。あなたがライムダール聖教の信徒であるならば、神竜様はお救いくださるでしょう。それとも隠した羽を晒すのが嫌なのですか？神竜様のご加護、神竜様のご加護、神竜様のご加護。そんな飛び降りないのか？さっさと飛び降りろ。よせ、よしてくれ。娘が、マルグリッツが落ちてしまう。神竜様のご加護、神竜様のご加護。さあ真理のアギトへと身を投じるのです。ランドルフ司祭は戻っていないか。ま、無理もない。私、ちょっと探してくるわ。大変よ！ランドルフ司祭が一人で町を出て行ったって！多分、真理のアギトに行ったんじゃないかって町の人が。真理のアギト。マルグリットさんが落ちた場所ですね。審問所の下に広がる洞窟らしいわ。ランドルフ司祭を追いましょう。
気をつけろ。なんと。よし、やるか。安心したまえ。私の番ね。やっ、こいつを突き抜けてみなさい。我の一撃を食らえ。いでよ。余裕でしたね。ワクワクするわね。実に興味深いな。ワクワクするわね。実に興味深いな。好機です。大したことないわ。おとなしくなさい。こいつは来てるよ。これでどうだ。大丈夫ですか。追い切る。排除させてもらおう。魔力がみなぎる。この程度。できた。排除させてもらおう。私の番ね。覚悟するので受けてみなさい。歩みを止める気はありません。ワクワクするわね。
するのね。おとなしくなさい。大した我が輩の番だな。排除させてもらおう。さて倒れなさい。魔力に引きますね。余裕ね。学びの機会大切です。実に興味深いな。戦闘にも慣れてきたな。よし、やるか。我が手に詰めさせてもらおう。効いてるぞ。はい、こいつは受けてみなさい。できた。いでよ。これでどうだ。楽勝だ。実力。これでどうだ。大したか。参ります。いでよ。我の一撃を食らえ。
させてもらおう。行くわよ。おとなしくなさい。歩みを止める気はありません。ワクワクするわね。到来ってやつだな。受けてみなさい。おとなしくなさい。我の一撃を食らえ。魔力がみなぎる。炎よ。ワオによる癒しの力が。どうだ。てや、あった。我が手に集え。行くわよ。受けてみなさい。頼りにしています。一歩前進です。おお、この力は一歩進んだな。先手を取ったぞ。魔力がみなぎる。さあ、はい。覚悟するのね。こいつは来てんの。それでは。いでよ。炎よ、行けます。俺の番だ。ここだ。
よし、やるか。我が手に集え。できた。最上なる癒し。どうするの？ああ、覚悟するのね。大したことないが、我の一撃を食らえ。魔力の息吹よ。さあ進みましょう。ワクワクするわね。やつだな。おとなしくなさい。覚悟するのね。大いなる癒しの力よ。傷が癒えていく。どうするか。魔力がみなぎる。大したことないわ。行くか。さあ、ここだ。解除させてもらおう。はい、こいつはすごいよ。頼りにしています。やったな。
くわよ。おとなしくなさい。魔力がみなぎる。まだまだ。私の番です。いや、たまに。行くか。わがまま。うなれ。大したことありません。大丈夫ですか。傷が癒えていた。大したことないな。アスリートしたことありません。我が手に集え。そこだ。切り札を見せてやろう。行くわよ。参ります。様子を見させてもらうわ。我が輩の本気。俺の番だ。言いたい。守りを固める。どうだ。切り札を見せてやろう。これが我が輩の奥の手。我が剣を無人と化せ。決まったな。おーいより癒しの力よ。受けてみなさい。ことありません。よくだ。ここだ。なんと。まだまだ。さて。治療しますが、スーパーマン。よし、やるか。排除させてもらおう。炎よ。まだ行くぞ。頼りにしています。これは新しい力。どうするの。こいつは受けてみなさい。それでは我の一撃を食え。我が輩の番だな。魔力がみなぎる。力がみなぎる。大した私の番です。耐え切ります。今は耐えます。さて、アストラスに我の一撃を食え。こいつは来てるの。気をつけてください。私の番ね。受けてみなさい。覚悟するのね。できた。さあ排除させてもらおう。おい、よっと。私の番です。治療します。ありがとうね。力が溢れる。参ります。いや、たまらぬね。
大したことこれでどうだ。あふれる。さて治療しましたわ。どうするか。大地を今耐えます。行くわよ。もうすっかり慣れたもんだな。やばくないか。受けてみなさい。覚悟するのね。我が輩の番だな。排除させてもらおう。力が溢れ参ります。どうするか。我が手に集え。我の一撃を食らえ。戦闘にも慣れてきたな。手並み拝見といくか。はい。受けてみなさい。こいつは来たね。参ります。戦慄の方、これ式のことだ。我の一撃を食らえ。我の番だな。魔力がみなぎる。力が吐き大丈夫大丈夫。学びの機会は大切です。